山梨県立甲府工業高等学校は山梨県甲府市に所在する公立の工業高等学校。通称工業高校。山梨県内では野球の競合校として知られ、2006年の第88回全国高等学校野球選手権大会にも出場した。また、複数のプロ野球選手を輩出している。昭和23年改定。 当時の同行教師、ヨダくんビのデザインによる、山梨の葉の御用は五花を象徴している。出実合剣技術者となる前に人間となれ、男子、一金、ボタン五個の学ラン女子、紺のブレザー、金ボタン二個と白ブラウスに、エンジン色のリボン食堂あり敷地内には、古墳時代を中心とした塩部遺跡があり、1953年には、旧グラウンド部分から、 古墳時代前期の土器資料が出土していた。1995年に旧グラウンドへの校舎新築に際して、山梨県埋蔵文化センターによる発掘調査が行われ、古墳時代の方形集公墓や、翡翠製のまが玉、丸底壺や装飾機台、馬の葉などの出土遺物が確認されており、特に五世紀以前の馬の出土例が注目されている。また、 縄文時代の石族や弥生時代の縦穴式住居、古代の相川旧華道や集落遺跡、水田跡、植物や動物の依存体、いぐや人形木製品など祭祀に関わる木製品が出土している。他、幸福臭の焼夷弾も発見されている。現在は校舎が建築され、周辺は市街地となっている。出土資料は、 山梨県埋蔵文化センターで保管され、出土した橋は山梨県立博物館において常設展示されている。ありがとうございます。